いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は食べ歩きストマッキー巻元ということでお話します。マッキー巻元っていうのはですね、かなり謎の多い人物で、食べ歩きストっていうぐらいなので、まあ、食べ歩きを、まあ、研究してるんでしょうね。よくテレビにも出てますよね。エンタメ系のテレビによく出てて、まあ東京出身だそうですけども、まあ、味の手帳っていう、まあ雑誌の取締役編集顧問で、ポテトサラダ学の学会会長って言ってますけど、他にね、トイレの研究家というのもあって、まあ、本名とかも、ウィキペディアとか調べても全然出てこないんですよ。で、本名調べてみると、まあ、本名は牧本博之さんっていうんですけども、まあ、いいですね。もうこういうその、分泌業っていうのが、非常にこう、仕事が、続けていけるということで、テレビにも出れるということで、非常に有名人にもなれますし、まあ、そのマッキー・マキモト以外は、ネット上出てこないので、まあ、よく調べれば出てきますけども、非常にいいと思いますね。まあ、その、もともとはね、まあ、33年間、ビクター・エンターテインメントっていう、まあ、レコード会社にもいたそうですけど、そこでこう、食べ歩きをしていたと。で、まあ、立ち食いそばから割烹とか、フレンチからエスニックスイーツ、居酒屋まで、まあ、日々のび食べ歩くということで、食べるグルメマップというふうに、まあ、称していて、そこから食べ歩きストっていう名前を自分でネーミングしているところがすごいと思いますよね。その自分の趣味を、まあ、生かして、で、もう執筆活動に、まあ、専念するというか、まあ、55歳で始めて、もう10年近くなって、で、まあ、いろんなね、そのところにこう、知られるようになって、もともとその、ビクターエンターテインメントなので、そのマスコミ系には強いんでしょうね。で、雑誌の寄稿とかラジオ、テレビ出演などもこう、行っていると。で、まあ、そもそもきっかけは、山本雅弘さんって言って、まあ、東京を食べる地図っていうね、執筆してて、そこから、その、味の手帳に、連載を開始するようになったんですよね。紹介されてね。で、まあ、なんていうか、文章を書くっていうことで、その、いろいろ自分のね、考えも整理できますし、いろんな人にこう伝えて喜んでもらえるという。で、そこからいろいろ発生していって、まあ、いろんなね、ポテトサラダの学会とか、もう会長になってみたりとか、まあ、その、トイレの研究家になってみたりとか、まず最初にね、なんかこういろんな大きいっていうか自分のね好きなことをこうエッジをね延長立ててね、でそこからこういろいろとこう派生していく。なのでその 今の時代はね、ブログとか YouTube とかあと SNS でもいろんなねことで自分のね考えとか意見とかをこう発信できるので、まあね、このいろんな批判とかね、叩きとか、いろいろ2チャンネルとかね、昔、今もあるのかな。私は2チャンネルとか見ないのでよくわかりませんが、いろんなことを書きますよね。今じゃ SNS とか、LINE とかね、Facebook とかで、いろいろ、まあ、言葉で攻撃する人もいるんでしょうけども、まあそんなのはまあ、ほっといて、まあそれは自分に対してね、こう、興味持ってもらえてるということで、前向きに捉えてね、こう、毎日毎日ね、こう、情報を発信していく。自分の気になる話題とかね、その、興味のあるところをね、こう伝えていくというのが大事だと思います。まあ、食べ歩きスト。私もね、街歩きストなんですけど、まあ、街歩きが趣味なので、街歩きでね、その、自分のね、こう身近なところでね、はっと思うことを、こう、いろんな違いとかをね、こう見つけることも楽しいので、まあ、いろんなね、趣味があると思うんですけども、まあ、身近なところからね、自分の好きなものを見つけていって、こうやって最後は食べ歩き人にもなれるかもしれません。まあ食べ歩き人になれたい人は少ないかもしれませんけども、いろんなね、ことが、周りにはね、楽しいことありますんで、ぜひね、自分のね、あなたのね、楽しいところをね、探してみてもらいたいと思います。で今回は食べ歩き人、マッキー・マキモトということでお話しました。ありがとうございました。